ゆきこんこ、ゆきこちゃんの中の人です。プレイステーション4版、ファイナルファンタジー15エピソード出すか、ゆきゆき実況動画続きを開始したいと思います。チョコボ屋さんの店長さんから、近寄ってはならない洞窟の情報を聞くことができました。危ねえだろ。悪かったって。ごめんごめん。遠回りしない、裏から回っていく感じかな。洞窟付近に来ました。引き続き向かっていきたいと思います。あ、なんだろう、緑色。あ、珍しい種類です。硫酸ジャンプ。ここの床はチョコレート味らしそうで美味しそうです。固まってる。上空から戦闘艇の子がまた敵追加。お待たせ、あれ、今のとこ異常なし。また上空から敵が降ってきます。あ、空も暗くなってきた。どうしよう、そろそろキャンプを取らないと。危ないです。軍師が前に出過ぎたか。すまなかった。ピグニス大丈夫？坂になっていてちょっと戦いにくいです。あ、倒したかな。さっさと先に行こうぜ。あれ、あ、戦闘艇通り過ぎていきました。ちょうど岩陰になってて見つからなかったのかな。あ、ここ小道になってる。あれ、柵があって通れない。みんな来てる？行ってみましょう。うん、また敵が眩しい。あれ、イグニスしか来てない。プロンプトどこ行ったん。うわ、すごい群れ。火水すごいです。いっぱいいます。ケアル使えるのってイグニスだけなのかな。硬い、なかなか減らないです。
敵すごい硬い。レベル足りないかな。プロンプト。いたいた。すぐに助けるからな。プロンプト。お兄さんありがとう。倒せるかな。心配になってきました。硬くて全然減らないです。格上の敵かな。あ、一匹倒しました。あー、上空から音が。技使いすぎて MP が。外がだいぶ暗くなってきました。一旦戻ろうかな。調子いいじゃないか。当然と戦闘完了です。一段落ってやつだな。この辺だと、あ、キャンプ地すごく近いです。すごく真っ暗になってきたので一旦キャンプに戻って、泊まろうと思います。美味しいご飯を食べてまた明るくなってから来ようと思います。あ、すぐ近くでした。もうキャンプの近い、もうそこに見えています。よし、乗れた。あ、これならすぐ行けますね。よかったです。みんな一旦休もう。真っ暗くなっちゃった。それでは食事前の皆様、申し訳ありません、飯テロの時間になります。休むか。さあ、今日はシチューです。お肉嬉しい。あ、レベルがちょっと上がりました。嬉しいです。ごちそうさまでした。あれ、寝てる間にバフ消えないのかな。大丈夫なのかな。行くか。いっぱい食べれていっぱい眠ってバフがつくのかな。まあ、いい天気です。すぐ近く。
それでは洞窟に向かっていきたいと思います。すごくすぐ近くで。すぐついちゃいそうです。あ、また敵の群れ。ん？あれ？ここすごい坂道だね。またあんなにいっぱいいるんでしょうか。これ囲まれたらやばそうだね。本当やばいです。またいました。明るく朝になったのでまた復活しています。これって武器の強化とかってあるのかな。それともレベルに比例してるんでしょうか。体型はなんかリーチが長い。これ一回使います。大丈夫、立て直そう。全部かな。先行っちゃおうよ。はあ、なんか立派な、うん、見えてきました。こんなとこに何の入り口だ。いわくありげな雰囲気だな。絶対なんかいるでしょ。怖っ。怖いね。着いた。洞窟の奥まで探索する。星尾洞窟。わー、暗い。真っ暗です。入るの怖いです。リトライポイントを保存しています。ゲームオーバーの時ここからということは、ゲームオーバーする危険があるということでしょうか。あれ？急に明るく、どうなってるんだろう。すごい光の差が。外そんなにすごい明るくないのに、中に入るとものすごく明るく、すごく不思議です。謎の演出です。外を見るとものすごく眩しい。くれーな、照らすぞ。これの出番だね。うわ、この先かなり深いよ。深いねー。